私昔からちっちゃい頃から滑舌がすごく悪いとみんなに言われて、こうやって、ま、ちょいちょい噛んじゃうんですけど、こうやってステージにいる時はこうすごい意識してはっきり喋ろうと思ってこう頑張ってるんですけど、よく聞き取れない言葉がすごくあるみたい で小さい頃こうお父さんとお母さんが言うには、生まれた時にこう舌とここがこうくっついて生まれてきて、そこを貯金したからお前は舌足らずなんだみたいな。で、結構小学校高学年ぐらいになるまで結構差し、小学校になった？まだ？そう、差しすせ、今までもちょっと危ういんですけど、差しすせそとラリルレロがすごい苦手 で歌を歌いたいじゃないですか。でもだからとりあえずもう差しすせそとラリルレロを必死で練習したんですよ。で、歌の中でちゃんと大丈夫ですか？サシスセソとラリルレロを言えてます？で、まあ、それはちょっと置いといて、昨日ちょっとたまたま会話にこうヨーグルトに入ってるあの有名な、最も菌の中で有名な菌、わかります？その菌、あの有名な菌、普段目にしてるから言えて当たり前と思うじゃないですか。それを言葉にしたら言えなかったんですよ。言え、ちょっと多分言えない人10人に7人ぐらいいるんじゃないかなと思うんですよ。言えます？はい、ビフィズス菌。ビフィズス菌。じゃあちょっと早口言葉 でちなみに私言います、ビフィズス菌。昨日ね練習したんですよね。でもね、練習してもしてもどうしてもビフィズス菌が言えなくて、これきっとみんな普段目にしてて言えて当たり前のことがきっと言えないんじゃないと思って、だからちょっと一緒に3回ビフィズス菌、ビフィズス菌、ビフィズス菌って一緒にちょっと言ってくれませんか。で、言えなかった人手を挙げてください。いっせーので、はい、正直に言えなかった人手を挙げてください。やっぱりいますよね。
ビフィズスキン。日本酒購入会。あ、言えない。ミックスジュースとかね、難しいですよね。まあ、じゃあそんな感じで、ちょっとそれがどうしても言いたくて行ってみました。きっと今日みんな車の中で帰り、ビフィズスキン、ビフィズスキンって多分言いながら帰ります。そう、ビフィズス菌の歌をすいません、ビフィズス菌の歌を作ったらって言ったんですけど、ちょっとそれはやめときます。じゃあ次の歌に行きます。